緊急アンケートにご協力お願いします。ブルースリー VS ジャッキーチェン、どっちが強い？もしこの二人が戦ったらブルースリーが勝つという人はハートマークをタッチ、ジャッキーチェンが勝つよという方は保存をクリック。細かい理由についてはコメント欄でお待ちしています。まずはブルースリーの解説から。ブルースリーは英春拳を学び悪道として名を馳せたため、両親に半ば追放される形でアメリカに行くんですよね。そこからジークンドーを立ち上げた人物です。それに対してジャッキーは必須の俳優なんですよね。演劇や舞台技術を学びながら武術を学んでスタントマンから入っていきました。要するに武術家格闘家はブルースリーで、芸術家俳優というのがジャッキーチェンになります。2人のファイトスタイルも全く逆で、一撃で仕留めるのがブルースリー、ジャッキーチェンは手数の多さで見せていくというファイトスタイルです。ちなみに若き日のジャッキーチェンはブルースリー作品のスタントマンとかエキストラで時々出てるんですよね。さあ皆さん、ブルースリーかジャッキーチェンかどっちが強いと思いますか？皆さんのご協力よろしくお願いします。